どうしようもないことが大小さまざまに迫る転がる。そこにつまずいては気づいては沈むような気分でまた夜が更ける。分かり合えないね。朝日が優しい。澄んだ日陰の歩道には悲しみに濡れた新聞、その上で猫が眠っている。回転するこの世は夢か田舎、それはわからないけど、緑は届くのを季節や陰謀を感知して、どこまでも突に遠い未練のことを、景色の香りを含んで思い出す。まるで洞窟に反響するように分かり合えないね。朝日が優しい。街灯に夜風付きの下で、やり場のない感情の赴くままに走って走っていく。絶対点滅を繰り返してる。何もかもが入り乱れるけど、祈りは届く。